はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、松江市交通局特注トミカ日野ブルーリボン2です。はい、しっかり見ていきます。このトミカは松江市交通局の特注トミカ733号車モデルだね。車種は日野ブルーリボン2です。で、正面から見ると松江市のロゴはプリントされてるね。行き先の部分とナンバープレートがシールになってるね。まだ貼られてない状態です。で、シールはこれだね。パッケージを参考に好きなシールを貼ってくださいって書いてあるね。で、松江市交通局のシールとちゃんと行き先の書いてあるシールがあるんだね。これはどちらか好きな方を貼ってくださいってことだね。じゃあシール貼ってみます。はい、シール貼りました。で、この行き先のところ、これは松江市交通局のシールを貼って、ナンバープレートの方も733号車のシールを貼りました。で、側面はこんな感じだね。で、この辺の出入り口とか松江市のマークとか、こういうところは全部プリントになってるね。で、ここの行き先案内板のところだけ、これがシールになってました。で、後ろの方はこんな感じだね。で、この松江市交通局っていう部分とこのナンバープレートだけがシールだね。で、それ以外は全部プリントになってすごく綺麗にできてます。で、運転席側の側面はこんな感じだね。こちら面は全部綺麗にプリントされてあって細かな作りになってます。で、ルーフの部分はこんな感じです。特に何もルーフの部分は装飾はないね。で、タイヤとかにサスペンションとかっていうのもついてないです。で、裏の方を見ると日野ブルーリボン2 2014年の写真になってます。で、今回のこのモデルは実際に松江市の交通局で走ってるバスだね。で、今回のトミカは松江市交通局の第3弾のトミカになります。ちょっと第1弾もあるから比べてみようかな。はい、この左側のモデルの方が第1弾トミカで、この右側の方が今回の第3弾トミカだね。で、どちらも実在するモデルだけど、左側の方のモデルが577ナンバープレート書いてあるね。で、今回の方は733号車だね。で、当然ボディのデザインも微妙になんかやっぱり違うね。カラーリングは似てるね。で、側面を見てみるとこんな感じだね。第1弾で、こっちが第3弾だね。で、後ろの方はこんな感じだね。第1弾で第3弾だね。後ろの部分はなんか似てるね。運転席側の側面はこんな感じだね。第1弾で第3弾だね。微妙にこの辺のデザインが違うのと、このエンジンの排気の部分のダクトがちょっと違うのかな。ルーフ部分はこんな感じだね。第1弾で第3弾だね。で、シャーシの方は第1弾が伊勢津 L が2014年のシャーシで、第3弾が日野ブルーリボン2014年のシャーシになってます。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。で、ここに733号車モデル日野ブルーリボン2って書いてあります。で、側面はこんな感じだね。あ、今回もここは国宝松江城になってるね。で、裏の方はこんな感じになってます。箱だけ見ても国宝松江城とかって出てて地域性があって面白いね。はい、今日は松江市交通局特注トミカ第3弾733号車モデル日野ブルーリボン2を紹介しました。で、今回もちゃんと実車で走ってる車がデザインされてるっていうのはすごくいいね。で、ちょっと残念だったのがこの辺のシールが今回増えてたね。で、この第1弾の方はフルタンポ印刷だったんだよね。で、この第1弾の方は定価が1000円だったんだよね。で、今回の第3弾は定価が950円になってました。このプリントとシールの差は50円の差なのかな。できれば全部プリントで作ってほしかったね。で、このトミカは今松江市交通局のホームページでネット注文ができるね。1つ950円に送料がかかってきます。で、6000台限定なので欲しい方は早めに注文した方がいいと思います。で、毎回松江市交通局のトミカは結構ヤフオクでは高値になるからね、その辺要注意です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。